はい、皆さんこんにちは、みずるぎです。はい、ということで今日はね、久しぶりにダイコランド小倉さんに来ております。で、買い物をしました。何を買ったかと言いますと、フォトクロミックっていうシールドですね。噂の、あ、すごいすごいですね。ちょっとこれ自分しか見れないんで、どれぐらいの効果があるのかがちょっといまいち分かってないんですけど、とりあえず帰りましょう。はい、ということで、ダイコランド小倉店さんで久しぶりに買い物をしました。何を買ったかと言いますと、冒頭でもお伝えしました通り、フォトクロミックシールドっていうものを買いました。はい、これご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、どんなシールドかと言いますと、シールド自体はクリアなんですよ。でもこれ分かりますか、このミラースモークになってるでしょ。すごいな。この日光の明るさによってシールドがスモークになるっていう、なんかとんでもない商品なんですね。どういうことかっていうと、昼間こういう日差しの強い日はしっかりスモークになるわけですよ。日差しの強さに応じてスモークがかかります。だから僕は今さすがに見えないですけども、周りから僕を見てる人はあのスモークヘルメットに見えるわけですよ。すごくないですか。で、何がすごいって、これ今度逆に日光がなくなる、つまり夜とかになるとクリアになるんですよ。それがすごいんですよね。だから明るさによってスモークシールドの濃さが変わるっていう商品なんですよね。で、これ本当に僕こういうのをちょうど欲しかったんですよね。ある日教えていただいたんですよ。その僕夜もね、通勤でバイク使ってるじゃないですか。もしくは、例えば阿蘇とかに行くときに朝早く出て帰ってくるのがもう7時とかになるとやっぱ暗いじゃないですか。で、朝は真っ暗と、そういう時にミラーシールドで行きたいんですよ。行きたいんですけど、やっぱり夜のね、ミラーシールドってちょっと視界が悪くなるのでちょっと怖いんですよね。だからいつも僕はこうシールド開けて走るんですけども、それをやらなくても良くなったわけですよ。実際僕から今見えてる視界っていうのはもうクリアです。だけど外から見たらスモークかかってるっていう、これはすごいですよ。すごい商品ですよこれ。はい、僕のやつは Z7 なので、ヘルメットはね、 Z7 用のやつを買いました。ただね、ちょっとね、高いで、中華製でパチモンがあるんですよ。でパチモンでもその半分ぐらい、1万2000とかなので、まあ、1万2000も出してパチモン買うぐらいならさすがにね、もう正規品買おうということでちょっとね頑張って買いました。で、大体あの日差しを浴び始めて20秒ぐらいで色が変わるらしいんですね。で、今暗いとこなんですけどもね、少し透けてますね。で、また明るいとこに行くとまた20秒ぐらいでスモークがかかると。すごいですよこれ、ただ高いいやー、まず本当にまず一番大事なのはこの僕から見た視界、めちゃくちゃ良好です。いや、これでね、朝ツーリングとか朝早く出ても、顔面に虫当たることなくね、いけますよ。これはいいわ。すごい商品ですよね、本当に。ちょっとお高いですけども、興味ある方ね、特に僕みたいに朝もしくは夜暗いところを走るって方、これかなりいいですよ。まあ、ただ唯一ちょっとファッション性はなくなります。例えば僕なんかはあのスモークのブルーになってるやつが好きなので、ね、動画とかで見てもらってると分かるんですけど、シールドがねすごい綺麗なブルーなんですけども、あとオレンジだったり、ね、レッドだったりとか、いろいろレッドあったかな、まあいろいろあるじゃないですか、シルバーだったり。それがちょっとね、ただのスモークです。これほらね、こんな感じで顔透けてないよね。すっごいこれ、まあ、若干よく見れば見えると思うんですけど、これ顔バレするレベルのあれではないですね。ああ、これはいいや。で、中華製は確かに満足っていうレビューは多いんですよ。ただ中華製っていうことで、まあ単純に模倣品じゃないですか。中華製の特徴としてその模倣品なんで、細けいことは気にするな、それはカチコみたいな感じのとこあるじゃないですか。それ何がじゃあ中華製これダメなのって言いますと、このヘルメットに
取り付ける部分のそのヒンジの部分っていうんですかね、あの取り付けの2箇所左右のね、あそこのそのロックの形が若干違うらしいんですよ。やっぱ純正のそのヘルメット、あ、純正のシールドと比べると、で松永は松永の作ったものなんでそういうことはないんですけども、やっぱり中華製なんでそこの形が若干違うと。でそれによって一応装着はできるけど、そのいわゆる走ってる時に下手したら取れたりとか、あるいはそこが折れたりとか、リスクが高まるんですよね、中華製ってなると。そんだけ安い、その分安いと考えるとね。だから僕はちょっともうやめました、中華製。中華製の方がね1万円ぐらい安いんで、1万円ちょいか、まあそっちの方がねいいですよ。そっちを2枚買うぐらいのね、あのでもいいんですけども、まあ2枚も逆にいらないかなと思ったんで1枚ね買いました。で一応その今日つけてたブルーシールドは今外して荷物として載せてるんですけども、まあ、そこからピンロックを移植して今つけてます。ただピンロックは移植は基本的に不可らしいです。ですのでまあピンロックぐらいはね安いんで3000円ぐらいなんでね、近いうちに、ね、付け直そうかななんて思ってます。素晴らしいよこれ。まあそもそも僕のあのブルーのミラーシールドがちょっとね真ん中、雨の日にねこう雨をこう手で拭って、ここのこのちょうどセンターの部分のミラーの部分がね削り取れちゃったんですよ。あの動画をね、最近の動画を見てもらうと分かるんですけど、ここにね線が入ってます。線っていうか帯状のなんかこう、光沢が、なくなってる部分が見えると思うんですけど、であれやっぱ結構ね近くで見るとあの顔面もろばらしてるんで、そろそろもう1枚買わないといけないなって思ってたところだったんですよね。まあそこに来てフォトクロミックシールドっていうのがあるよっていう風に教えてもらったんで、いいんじゃないですかって言って、ツーリングとか行ってこうやって天気がいいじゃないですか。ミラーシールドだとやっぱりこう色が違って見えるんですよね、この同じ青空でも。僕の場合はあのブルーのミラーシールドなんで、やっぱり青がカットされますので、ちょっとオレンジがかった、黄色がかったような空になるんですよ。でそれがこのねフォトクロミックで行けば何も気にせずにね今青空しっかり見えてます。まあやっぱりね少しそのスモークかかってるんで、若干のスモークはかかってますけど、いやまあこれはね本当に綺麗、うん、ただのスモークシールドで視界クリアです。まあ夜ね、夜というか暗い時に乗ったのが楽し、乗る時は楽しみですね。はい、まあちょっとそんな感じで、今日は、ライコランドの小倉さんによってフォトクロミックシールドを買ってつけてみたという動画でした。素晴らしいです、うん、これは買ってよかったって思える商品じゃないかなと思いますよ。はい、明日ね、夜、バイクに乗る機会がありますので、ちょっと明日はねこのヘルメットかぶってまたやってみたいなと思います。はい、ということで以上みそねぎでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。